不祥事続きで、事情能力のなさを露呈している日本相撲協会。2月2日に行われた理事選では、新たな顔ぶれも加わり、組織の引き締めを図りたい考えだが、いまだ具体的な改革案も示されていない。組織学者として知られる同志社大学政策学部教授の太田一氏は、若手力士に FA 制度を導入したらどうかと提案する。元横綱・春馬富士の暴行事件をきっかけとして、 各界の不祥事が次々と明るみになり世間をにぎわした新たに大嵐の無免許事故が発生したり貴乃花親方がマスコミで執行部への対抗姿勢を表明したりするなどこの問題はまだまだ尾を引きそうだ一連の不祥事によって露呈されたのは大相撲界がいかに闇に包まれた閉鎖的な世界かということそして相撲協会がガバナンス 統治能力を変えた組織だとということである問題の核心は部屋と相撲協会の2本立てになった特殊な組織形態にあると考えられる。会社や役所なら上部組織は下部組織に対して命令し権限を行使できるが大相撲の世界では相撲協会よりむしろ各部屋の方が大きな力を持っている。その点では業者団体や農協などに近い。そのため 相撲協会はガバナンスを発揮できないし、部屋という密室の中で起きた力士への暴力なども隠蔽されてしまうのである。従って、大相撲界の体質を変え、不祥事を防止するには、部屋制度というアンタッチャブルな領域に勇気を出してメスを入れる必要がある。部屋制度には、長い歴史と伝統があり、それがあったからこそ、親方は、弟子をにかけて弟子を育成した。まだ 右も左もわからない15歳16歳の子を1人前の社会人に育て力士として出世させるには身の親とこのような関係が必要だっただろうしかし1つ間違うとそれが裏目に出る例えば部屋親方と弟子との相性が良くなかった時や関係が悪化した時力士にとってはもちろん部屋や親方にとっても不幸であるまた各部屋が力士を囲い込んでいる以上 相撲協会も、力士を、指導や救済をするには限界がある。そこで、私は、大相撲の世界にも、プロ野球の世界のような FA ・フリーエージェント制度の導入を提案したい。一定の条件を備えた力士には、自ら、他の部屋へ移籍することを認めるのである。プロ野球では、出場選手登録が一定以上に達した選手に対して、FA の権利が与えられる。つまり、 FA 権は、経験と実績のあるベテラン選手に与えられる権利なのである。ただ、大相撲の場合は、逆に、入門後の期間が短い若手力士に権利を与えるべきである。何もわからないまま誘われて部屋に入ったが、他の部屋の方が良かったということは、当然なりうるまた、いざとなったら、暴力や極端な不条理から逃れる道を残しておけば、それを抑止する効果がある。 一方、部屋の親方からすると入門させてみたものの、自分の部屋には合わず、他の部屋に移った方が本人にとってもよいと判断する場合もあるはずだ。そのような場合には、本人の同意を得た上で、他の部屋へトレードできる制度を設けておけばよい。力士が部屋を移れるようにすれば、部屋の親方が、力士を、人質にとって、教会に立てつくようなことはなくなるに違いない。また、各部屋には、 若手力士を引きつけ育てようという競争意識も生まれるだろうさらに組織の風通しが良くなれば八百長も起こりにくくなるはずだ大相撲界はこれまで伝統の名のもとに必要な改革まで怠ってきたしかし伝統にしがみつくだけでは組織として生き残れないまた相撲は神事であると同時にスポーツでもあるしかも 相撲協会が公益財団法人に移行した以上、組織としての透明性とガバナンスが求められるし、当然ながら、力士の人権を侵害することがあってはならない。大相撲の世界と同様に保守的で閉鎖的だと言われる役所でも、近年、FA 制度を取り入れるところが増えている。実際に制度を使って移動する人は必ずしも多くないが、それでも、組織の風通しが良くなったと評判は良い。 世間の目が大相撲界に注がれている今こそ、改革のチャンスであり、FA 制度はその切り札になるのではなかろうか。